はい、たけし農場です。愛宕神社のね、樹木焼却3回目です。で、間もなくね、終了になります。ただちょっとね、焚き火のボリュームが大きいんで、現場離れるわけにいかないんで、今12時ちょっと過ぎなんですけどね、あと1時間ぐらいは現場にいないとまずいのかなと思います。今回はね、小さい枝ではなくて大きいね、幹を持ってきましたんで、結構燃えるのに時間がかかってます。はい、まあ焚き火の様子ですね、ちょっとご覧ください。あ、ちょっと暑くて近づけませんね。くしゃ熱半端じゃないんで。よいしょ、よいしょ。
はい、動画の方は一度中断します。はい、3時になりました。あと2時間も焼けばね、燃え尽きると思うんですけど、ちょっと炎に近づけすぎましたんでバックします。よいしょと、カメラの方がね焼けちゃいますんでね、かなり輻射熱強いです。よっこいしょ。はい、あと2時間ぐらいでね燃え尽きると思うんですけどね、まあ夕方までには終わるかな。やはり幹が太いんでね、燃えるのに時間かかりますよね。で、トラックでね今回3回運んだんですが、もう排日しますとそうですね、20リッター缶で1個か2個、2個ぐらいかな、そんなもんだよね。廃として残るのはね、だからほとんど残んないんだね。で、これはね、畑にとってはね、大切な、まあ、有機、無機物なのか、有機じゃなくてなるんでね、はい、このままね、敷き込みたいと思います。完全に焼いてね。これはもう火消さないで、時々ね、ここへ来て火の様子を見ながらね、完全に焼き切るということをしたいと思います。だから完全に灰にするまで焼きます。よいしょ。これだけ暑いんでね、本当何年か前にね、栃木市で山火事起きましたけど、なかなか消えませんでした。一回火がついちゃうとね、こういう樹木が燃えるってのはね、すごい熱量を出しますんで、なかなか消えないよね。よいしょ。もう2メーターくらい離れててもかなり暑いですもんね。まあ、これでね、愛宕神社の樹木で、人間が動かせる、一人の力で動くものはほとんど焼き切りました。あとはもうチェーンソーで小さくしないと持ってこられないんでね、ちょっとそこまでは私一人では無理なんでやめます。よっこしょ、もうちょっと上向けましょうか。よっこしょ、この向きかな。
はい、燃え尽きるまでにはね、もうちょっとあと2時間ぐらいかかりそうなんで、今日の動画はね、これで終了したいと思います。よっこいしょ。まあね、自分も他のことをやりながらちょこちょこ、まあ、10分か20分に1回はね、様子を見に来ようと思ってます。今日はね、もう家からは離れません。これが燃え尽きるまではね、まあボランティアでね、廃材の処分をして自分家で火事で燃えちゃったんじゃシャレにならないんでね、はい、安全第一で、やりたいと思います。あと2時間ぐらいですね。はい、お付き合いありがとうございました。